タロ散歩チャンネル。室蘭港フェリー埠頭というふうに書いてあります。あ、どうやらここっぽいですね。ここを歩いていけば良さそうです。どうですか、これ。測量さんもこんなに綺麗ですよ。こういう風にやるとなんか絵になりますよね。まあ、絵になるようにやってるんですけどね。白鳥大橋とかも、あ、いいな。フェリーターミナルいいですね。あちらの方の工場群とかもね、ライトアップされて、そう、室蘭はね、このライトアップされた工場群がとっても綺麗でいいんですよ。あれですね、なんか私みたいになんかフェリーに乗るわけでもないのにフェリーターミナルに来るとか、あの飛行機に乗るわけでもないのに空港にただ寄り道するだけとか、そういう人ってあんまりいないですよね、おそらく。あの、誰かの送り迎えは置いといて。着きました、室蘭港フェリーターミナル。見えてきました、見えてきました。大きいですね。もうちょっと見やすいところにしましょうか。このバスの行き先をよく見てみるとですね、こちら、ちょっとぼやけてるな、登別温泉というふうに書いてあるんですよ。そう、電車でもね、行くことはできるんですけれども、そう、登別駅からさらにちょっとバスに乗らなくちゃいけないんで、そういうことを考えると、そう、港から直通でバスが出てるっていうのはかなり美味しいのかもしれません。あの、乗り継ぎしなくていいですからね、多少時間かかるかもしれないですけれども。どうやらこれで合ってそうですよ。ちょっとただね、ここから入れなかった。こっちかな、そこにバス停があるから、まあ多分ここら辺に入り口っぽいもの何かがあるんでしょう。ちょっと遠回りしちゃったかもしれないですね。よいしょ、室蘭フェリーターミナル。とりあえず、そう、帰りのバスの時間ぐらい確認しておきましょう。今ね、だいたいね、5時のちょっとぐらい前なので、ですね、これか、5時5分、それから、5時45分、そして5時25分、それぞれ行き先が違うんですよ。5分のやつがさっきの登別温泉で、それから25分が洞爺湖温泉で、そうでないものはなんかこれは和歌山営業所って書いてあるんですけれども、これは何だろう、なんかですね、東室蘭駅は通るらしいです。さすがにあの船が出る時間じゃないから、スタッフの方以外誰もいませんでした。ちょっとまあ
温まらせていただいたっていう方がちょっと正確かもしれないですね。さっきちょっとね、こう乗船受付のところ見たんですけれども、20時30分に出るみたいです。8時半出港で、そしてあそこに泊まってるバスは25分発かな。タイミングが良ければあれ乗ってもいいかもしれないですね。そうでなくても室蘭駅は歩いて10分ぐらいで到着するんですよ。ね、そっち行って、さっきの道行って突き当たりがなんかグランド運動公園みたいになってるんで、それをちょっと行けばもう室蘭駅だということです。だから別にバスじゃなくてもいいんですけど、でもせっかく来たからこれが室蘭駅行くんだったらこれに乗りましょうか。歩いても良かったんですけれども寒いんでバス乗ってきちゃいました。210円、これはね洞爺湖温泉まで行くっていう感じです。ということで室蘭駅前、そしてここには回転寿司屋さんがあるんですけども、結構ね車が来てる、まあまあ混んでるんですよね。室蘭駅前のロータリー、まあどっちかというとこれは函館本線じゃないし、函館方面に行く線路からこう分かれてきた、なんか枝みたいなもんなんで、支線っていうんですか、枝みたいなもんなんで、まあ東室蘭駅よりはひっそりとしてます。まあ、やっぱりどっちかというと東室蘭駅の方が賑わってますよね。そしてですね、なんとなんとあそこにはもう列車が止まってるんですけど、あれは今出発するやつでしょうかね。17時40分に東室蘭行き、乗っちゃいますか。あ、こっちですね。まもなく
東室蘭駅、まあ、まっすぐ苫小牧も行っていいんですけれども、ちょっと東室蘭に寄り道しましょうか。今度は、西口の方に来たんですけれども、そう、まあ、東口よりは西口の方がまあなんか食べるところがあるでしょうと思ってこっちに来たっていう感じなんですけれども、意外とお店閉まってたな。ここのラーメン屋さんが今開いてる感じかな。あのさっきフェリーターミナルから乗ってきた東野温泉行きのバスが、ね、ちょうど今来ましたよ。あ、そうそう、日曜の6時だからね、結構いろいろ閉まってるんですよね。開いてるとこないかな。まあ、とりあえず次の列車が19時41分で、今がもうだいたい6時ちょっとぐらいなんで、まあ、1時間半ぐらいはまあ時間があるというふうに考えていいかなと思ってるんですよ。ないですね。ここのラーメン屋さんも閉まっちゃってますしね。あとこっちの通り沿いに何かあったかなっていう感じですけれども、まあ、今この西口をねまっすぐ来てるんですけれども、まっすぐ行ったところに何軒かお店があるっぽいんで、その辺からちょっと今日はチョイスしてみようかなと思ってます。ネパールカレーの店なんかもありますよ、こんなところに。うん、とりあえずここは候補に入れようかなとちょっと今思います。で、結構ね半分ぐらい店閉まってるって感じなんですよね。多分まあ6時過ぎてるからっていうのもあると思うんですけれども、あとそう、あんまりね、ちんたらしてると今度、ね、電車にまた乗り遅れたら嫌なので、次のブロックぐらいまで行ってもなければ、あそこの店にしようかね、今日は。そうですね。うん、あそこの店にしましょう、今日は。なんか、カレーとか、カレーラーメンがあるっていうんで、それがちょっと決め手です、今回は。ということで、改めまして、ここのお店。こっちですね、こっちの明かりのついてる方です。ここ。まあ、ここのアジシンさんというお店なんですけれども、結局味噌ラーメン、普通の味噌ラーメン食べてしまいました。結構お値段、まあ、750円だったんですよ、味噌ラーメン。で、お隣の方がね、焼きそばで800円で、あとなんかカレーライス750円とかあったんですけど、結構ね、ボリュームがあったんですよ。最近のあのぐらいの値段であれば結構いいボリュームがあるなという感じで。で、味もなんか、なんだろう、チャーシューが3枚ぐらい入ってきたんですけどね、結構ね、脂身のプルプルしたところが美味しくて良かったです。まあ、ということで、まあまあ、ゆっくりもっそり食べてたんですけれども、それでもまだ6時45分で、列車が出発するまでは1時間ぐらいあるって感じなんですよね。ただ、今日のメインのことはもうなんか全部やっちゃったんで、じゃあ、この後特に何か紹介するかって、まあ、別にすることもないんだよなってところなんですよね。まあ、とりあえず東室蘭駅行って、ちょっと今日はおとなしくしてます。まあ、ということで、東室蘭駅に戻ってまいりました。こっから札幌に戻るにはやっぱり特急列車乗ってパーンと戻るのが早いんですけれども、なんたって今日は一日散歩切符のユーザーでございますので、特急列車は極力使わないという、そういう方針で今やってきております。そうするとですね、普通列車で普通に帰るとすれば、快速も含むで苫小牧まで行くやつが19時41分というのがあるんです。大約1時間後ぐらいなんですけど、今の時間でいうと。で、そこから苫小牧で乗り換えて、まあ、どっか適当な駅で快速に乗り換えれば22時ぐらいには札幌駅には着くという感じですね。まあ、あと出発まで50分弱ぐらいなんですけれども、まあ、なんかちょっとゆっくり休んでます。今日はもうなんか果たすべき目的を果たしたっていうのと、寒いんであまり外歩きたくないっていうのと、眠いというのと、まあ、そういうのがあって、ちょっと休ませてください。我々が乗るのは41分の苫小牧行き3番ホーム。ただいま19時41分発苫小牧行き普通列車を改札中です。苫小牧行き普通列車ご利用のお客様、待ち合い室も結構うとうとしてたんで、
多分ね、列車の中でも寝てると思います。なんか寝かせてくれっていう感じです、今日はもう。あ、もうお客さんがほとんどいないですね。途中からタクは乗るんでしょうけれども、一応どうかな。あ、まあ多少はいるかなって感じです。次は適当に乗りましょう。まあ、ということで今日は室蘭に行きまして、八丁大橋とそれから、まあ、室蘭駅の近辺フェリーターミナルと、まあ、この辺を簡単に見てもらったという形でございます。なんかね、列車の中ではほとんど寝てました。じゃあ私はこちらの札幌駅の列車に乗ってもう帰りたいと思います。では今回もご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。ご案内いたします。この列車は千歳線普通列車札幌行きです。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際はつり革や手すりなどにおつかまってください。皆様、今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線普通列車札幌行きです。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイトタロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。